グラビアアイドル。グラビアアイドルとしての救命は、鈴木優奈。2008年5月より、葉月優奈。女子プロレスラーとしての救命は、愛星優奈。幼少期より新体操で活躍し、小学6年で、関東大会優勝の実績を残すが、16歳の時に膝を負傷し選手活動を断念。それ以降母校の身体操部の外部指導コーチとして、後輩を指導する。 2005年にグラビア活動を開始。2010年5月25日より、ミコアイドルユニット、かぐやリーダーとして活動しているが、本人は同一人物と認めていない。2013年2月、プロレスラーを目指し、スターダムに入門した。10月18日にプロテストを受験して、追試となったが合格。リングネームは、アイホシユーナ。 2014年1月12日、新規バファーストリング大会における、北条会理戦で、デビュー、ダイビングウェルボードロップ片エビ固めで破れる。プロ2戦目は、後楽園ホールで同期ながら、先にデビューした、小熊と対戦、体格差を生かし、最後は、相川優月の得意技だったかかと落としで、初勝利。3月30日、大野城窓かピア大会でが試合中に負傷。 帰郷後に、左鎖骨骨幹部の骨折と診断され長期欠場。5月、紫がみなりイオラのメキシコ遠征に、エレカンとして同行。2015年2月の新木場大会で復帰するも、後輩の渡辺桃に丸め込みで敗れる。復帰後は3試合出場も、右肩の脱臼などの負傷や、体調不良のため、2015年3月8日、対談を発表。 引退について、名言は避けたものの、プロレス活動は休業するとしていた。その後ビギニングプロモーション所属となり、すべてひらがなの、マナセユーナと改名。5月31日の、アクトレスガールズビギニングプロローグで復帰。2016年12月9日、ミストースポ2017特別賞を受賞。12月14日、約9ヶ月ぶりのアクトレスガールズ参戦が、 発表される。27日新木場大会に、日佐と浅見と組んで出場。12月29日、埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで行われた、格闘技、エキスポ2016のビギニング提供試合に出場。2017年2月16日、DDT プロレス事務所にて会見が行われ、3月12日から、 東京女子プロレスに、レギュラー参戦することが発表された。3月12日、東京女子プロレス練馬ココナリーホール大会に、初参戦し、のどかお姉さんと対戦。ネックスクリューで勝利を飾る。2019年のコスチューム2017年11月23日、新宿フェイスにて、中島翔子、坂崎ゆかの持つ東京プリンススタッグを座に挑むも、敗北。 自身初となるタイトルマッチであった。2018年2月18日、新木場大会にて、山下美悠のを持つ東京をプリンセス・オブ・プリンセス・オーザに挑み敗北。3月3日より、鎖骨のプレート除去手術のため欠場。2019年2月17日、DDT 両国国技館大会に、アンダーマッチ枠で参戦。 3月24日、上福雪とのタッグ、可能姉妹で、タッグベルトに挑戦。4月14日、王子ベースメントモンスターにて行われたポッチャリ女子プロレス旗揚げ戦、レッスルポーチャティブに出場。メインイベントの VS、今なり夢人戦で自身初となる、男子選手とのシングルマッチを経験。ここで、自分を愛することの大事さを学ぶ。 同日行われた、石井聡志助、プロデュース、ラリープロでラリアットを学ぶ。7月7日、東京プリンセスカップ準優勝。過去2回は1回戦敗退で、本人は1番にはなれなかったけど、過去の自分には勝てたとコメントしている。8月20日2回目のぽっちゃり女子プロレス。この日は、樋口和かずのポチャミネーター P800 と、シングルマッチ。 この日を境に、ラリアットとブレーンバスターで見せれる選手になると誓う。2回目も大成功を収める。9月16日、両国 KFC ホール大会にて、万木夏美の持つインターナショナルプリンセス王座に挑み勝利。キャリア初タイトル獲得となり、第2代インターナショナルプリンセスになる。万木とは、アクトレスガールズ時代の指定対決となった。 2020年7月23日の後楽園ホール大会をもって東京女子プロレスへのレギュラー参戦を終了。7月26日、頑張れプロレスへの入団を発表。ありがとうございます。